白山は静岡県伊豆市にある標高248メートルの山。伊豆市中心部の西側に位置し、登録には狩の川が流れ、その川西に市役所と伊豆赤十字病院がある。南西方向には修善寺温泉街がある。山頂には修善寺テレビ中継局が置かれている。東南東から望む1964年に、 地元旅館組合が中心となって、修善寺ロープウェイが山の北西に開業し、26人乗りのゴンドラが山麓駅から修善寺川を越え、山頂駅まで片道4分で客を運んでいた。当時の山頂には展望台や飲食施設などがあった。1977年にはロープウェイが廃止された。現在では当時ほど眺めは良くないが南東方向に展望がある。 南北朝時代には畑山国清が山頂に修禅寺城を構え1361年に弟二人と共に無本を起こし沼津市と伊豆の国市の境界にある発端城山の水戸城と伊豆の国市の金山城の山城で鎌倉久保勢を迎え撃ち最後は修禅寺城にて牢城戦を展開したが兵糧が突き果て翌年降伏した現在でも山頂には 城の名残の地形が残る、伊豆市の風景。中央に城山とその右に、朱善寺温泉街、右後方の大きな3階はだるま山。ありがとうございます。